うん。分かった？ 86 号さん分かった？ 80、82号さん分かった？分かったの？うん。82号さん分かった？分かったのかよ。出てこいこら。分かったのかよ、82号さん。出てこいこら。出てこいこの野郎。出てこいっつってんだよ。なら。あ、これセブンイレブンでめちゃくちゃうまいフルーツサンドを紹介します。これマジでうまい。うん。分かったの？これマジでうまいから。みかんね、この前だけじゃないんだよ。後ろにもちゃんと入ってんだよ。これマジでうまいから。生クリームとカスタードクリーム入ってて、これ毎日食ってるからね。うん。これセブンイレブン。これね、近畿限定なんです。これね、関東売ってないんです。これ大阪とか滋賀とかどこ兵庫とか京都とか売ってない。売ってる？どこに売ってる？多分これね近畿限定だと思うよ。うん、マジでうまい。あ、愛知県にもある。ふわふわパンがふわふわふわっち売ってる？うん、これマジでうめえから。神奈川売ってる？マジで？千葉にある。あ、よかった。ないって言ってたからさ、みんな東京とかに。いや、埼玉東京あんのかな。謝れ、すいません。違うやつだった？あ、愛知は違うやつなの？これね、なんてやつ？あ、有田みかんサンドってやつ。ホイップとカスタード仕立ての345円。有田みかんサンド。見てみて、セブンイレブン。これマジでうめえから。で、カロリーもたったの264カロリーしかないから、ご飯食べた後とかでも全然大丈夫。ヘルシーだから。うんうん、ギャンブルで何十万とか溶かすんだったらこれをね20万円分ぐらい買いたいよこれ本当に。うん、マジでヘルシーだよ本当にうまい。お腹どんなにお腹がいっぱいの状態でもこれだけは食べれるからマジでうまい。食欲ないわ、もう何食っていいか分からへんって時あるでしょ。もう何でもええわって、もうそんな時にこれがすごい美味しいから食べれちゃう。うん、みかんです。マジでうまいよ。あとこれすごいねジューシーなのね。ジューシーだから食べた時にかじった時に果汁がすごい飛ぶから白い服とかマジで気をつけてね。うん、こんな感じ。うん、マジでうまいから。こんな美味しいフルーツサンド初めて。うん、もう買い占めたいんだけど近くのセブンイレブンね2個しか売ってないんだよね。大量に仕入れてないんだよ。いっつも見た時に2個しか置いてないんだよ。値段がね345円でカロリーがたったの264カロリー。うん、マジでうまい。白い服はマジで気をつけてね。すごい果汁が飛ぶからここでちゃんとねかじった方がいいよ。みかんのこここで真ん中でかじっちゃうと汁が飛ぶから、いただきます。うまっ。みかんお願いします皆さん。でこうちゃんと後ろにもちゃんと入ってるからね。これわかる？あのねデパ地下のねフルーツサンドを買ったんだけど、後ろには入ってなかったよ。手抜きされたよ。前だけしか入ってなかった。セブンイレブンさんすごいよ。うん、手抜いてないね。抜かれないね。うまっ。甘い。みかんが甘いで、このホイップクリームとカスタードが絶妙にマッチしててすっごいおいしい。あの唾液がブワー出てくるね。すっごいおいしい。たまらんね。もうあとパンもふわふわだしね。めっちゃおいしい。セブンイレブンの有田みかんサンドイッチ。何個でも食えるこれ。うますぎ。笑うた。これ絶対飽きない。うん。置いてあったそれ買って。マジでうまいから。まずかったらお金返すよ俺。216さん買って。マジでうまいから。今日買ってきて。近畿限定有田みかんサンド。これカロリーも全然気にしなくていいよ。264カロリーしかないよたったの。全然気にしなくていい。お値段が345円。345円。関東にもあるらしい。見てよこのジューシーなみかん。やばない。特茶飲めば大丈夫だからね。飲み物ピルクルとか飲まなかったら大丈夫だから。高橋さんです。10個です。寝そうです。どっち系？あ、ミックスのはいいか。いや俺はねこれ大好き。ミックスも美味しいけどね。あ、今来た。忘年会の見どころ終わってないですよ。まだまだまだこれからこれから。クワッチ特派員にそのサンドイッチの紹介取り上げられてしょうもないこと取り上げるな。クワッチ関心バカなの嘘でしょ。しょうもなすぎるだろお前。そこじゃないだろ。クワッチ忘年会まとめやってんだ今。そこじゃないでしょ。リピートしてるから。阪神院さんは元リスナーさんでふわっちの。昨日ふわっち忘年会見逃しちゃったよっていう人のための枠だからね。あ、15分もやってたこの話。マジか。尺伸ばしちゃった。マジで仲間外れなんです。結局僕だけ行ってないんです。忘年会見逃しちゃった人いる？あんなもうめちゃくちゃ盛り上がったふわっち忘年会を寝ちゃったよと仕事だったよとか他の枠見てたよって人いる？見逃しちゃった人いる？ふわっち忘年会めちゃくちゃ盛り上がったんだよ。いろんな人来たんだよ。でまあ一つにまとめなかったからまあ閲覧はこうまばらなんだけど、一番ね閲覧が多かった人何千人だと思う？ 5,000 人だよ。5,000人、すごない？やばない？ 5,000 人やで。これね多分ねふわっちの忘年会で多分一番多いんじゃない？去年 6,000 人、うん、すごいでしょ。だからねいろんな人来てたじゃないですかね。全部配信を一回止めさせて、じゃあそれではふわっち忘年会始めますっつって一人のねまあ代表の人が枠をまとめてたら 7,000、8,000 いってたんじゃない？もうさ始まる前からもういろんな人が枠つけちゃってたから、うんまあ 5,000 人なんだけど、うん、いってたよ枠まとめてたら。でそれからそれぞれね配信してくれれば結構なんでって言えばよかったんだけど、もう最初からもう「ぜろわん忘年会行く」「ぜろわん忘年会準備枠」とかいろんな枠こうやってたからあれだったんだけど、だからまとめないとダメだよ最初だけでも。俺見てたけど、うん、それからめいめいにやらないと、うん。枠つけながら来ちゃったり、そこで枠も始まる前乾杯の前に枠やっちゃってる人いたから、うん、電波も悪いでしょそりゃ。うん、そうそうそう。でまあ養分がね全員の方なんつうの自己紹介していってくれたからまあよかったけど、うん、仕切り屋政治だからね俺。仕切りたくれちゃうの。もうなんで最初にまとめないのさって。最初代表者がさ主催者が枠をね代表でやって、で1人ずつ紹介していって、で乾杯が終わってからめいめいでやればいいんだよ。うん、まとまりがないんだよね。うん、お前にそんな裁量ねえだろ。そうなんだよ。俺いらないんだよ。すごかったよ俺。政治いらない政治いらないって。うん、行けばよかったね。うん、マジでいらないでしょ。俺さそのさ会場にいないのに政治いらないって言われてたんだよ。聞いちゃったよね。許せねえよ。うん、いないのにいらねえって言われるから行かなかったのに、行ってないのに政治いらねえって言われるんだよ。意味わかんないね。うん、うん、ひどいよ。嫌われてる。やばくない？うん。ひどすぎる。俺が輝くのは 3,4 人の集まり。大人数苦手なの。皆様どんち10個です。嫌われ者なんです。そうなんだよ俺ね大人数苦手なんだよ。うん、だって誰か喋ってくれるし、俺さあと耳が悪いんですよ。パチンコ屋で5年間働いてて難聴なんですよね。で自分の声のボリュームが分かんないんですよ。であんまりうるさいと喉枯れちゃうんですよね。あれこのトーンだと絶対聞こえないなと思って相手にね声張り上げちゃうんですよね。あそこで俺が喋ろうもんなら。うん。だから行っても置物になるね、もう。うん。火薬さんの家なのに帰れってコメントあるみたいな。そうそうそう。もうすぐどこでもそうよ。うん。ビロツアーやったやった。リモートで参加しました。うん。もうさ、配信ってさ、すっごい嫌なとこ教えてあげようか。ただ喋んなかっただけでもう置物とか言われるからね。いや、そんな話分からんやん。話入られへんやん。知らないから。話題とかあるやん。すぐ、置物、はい、置物とか言われるから。うん。よくない別に。みんなもあるでしょ、会社の忘年会とかでさ。ねえ、はい、置物。もうやだよ。うん、ホイップ大好き。うん。まあでも、そうやって言ってくれると、あ、俺ってもっと喋んなきゃいけないんだなって成長にもつながるんだけどね。うん、やっぱダメなんだ俺。もっと喋んないとダメなんだって。うん。そこはまあ真摯に受け止めてね。まあ配信で飯食ってる以上ね。うん。反省しないといけないんだけど。うん。でも、俺思ったの。ああいう集まりとかで、まあ、仮想主さんとかでもね。話題にも出ない配信者はダメだな。嫌われてもいいから、コメ欄に自分の名前がないと、まず、ダメなんじゃないかな、思いましたね。ね、だから、まあ、嫌われてるのも人気のうちなのかな。そう考えるにしてます。うん、認知されてないと何にも意味がないよね。うん、だよね。だからまずふわっちで爪痕を残すために、ふわっち忘年会でかそのしさんがね、爪痕を残すためにやっぱじじさんみたいに嫌われててもいいから、アンチがついてもいいから、名前をたくさんの人に出してもらう、書いてもらう、書いたりしてくれたら覚えるわけじゃない、その人が。じじ帰れとか、帰れ帰れ帰れみたいな、お前いらないみたいな。認知されないと話にならないでしょ。うんで、ゼロワンの枠にね、じじさんがいたんだよね。タクシーに乗ってワンワンがいる錦糸町に向かってたんだよ。すごかったよ。じじさんがちょっと枠任せられたんだよ。ゼロワンの枠なんだけど、すごかったよ、人気が。じじ帰れ、お前いらない、暴力男帰れ、すごかった。読めるコメントなかったよ。うん、見たでしょ。あれ誰が書いてんの、あれ。すごい人気だったよ。うん。あ、ブロックしようとしてた。もう読めるコメントない。あれブロックできない、あの量は無理だよ。うん。あ、こぼしちゃった。ママ、生クリーム。ママ、うん、羨ましかったね。あそこまで嫌われてね、帰れ帰れはずるいよと思ったよ。うん、アンチは肥やしだね、本当に肥やしだよ。うん、みかんあるやつ、みかんあったらくださいね。みかんあったらください。あと右下ナイスもお願いします。みかんです。みかんや。みかんありやすい。うん。そう、アンチも閲覧の一人だからね。うまくアンチを取り込まないと。あ、ふわっとあります。ムサマ10個ないっす。みかんください。うん。くちゃくちゃ音立てて食べてすいません。うん。でも暴力なのかね。ワンワンが怪我をしたのかな。あ、ゆうちゃんです。怪我はしたの？うん。怪我してないの？目の上？うん。昨日もぜろわん一人勝ちでね、結局ぜろわんしか盛り上げてないよ、ふわっち忘年会。うん。うん。ゼロワンの奥があんまりやんないしね。たばくに任せてね。うん。ゼロワンの好感度爆上がりだよ。うん。やっぱりふわっちにゼロワンは必要だね。2022年もゼロワンが沸かすね。うん。ゼロリスも鼻が高いと思うよ。